間ももったいないですし、次の発表は堀下江田さんで、ドキュメントマッピング文書の二次元可視化による概念の地図という発表を、いただきたいと思います。はい、じゃあ画面を、シェアしますね。少々お待ちください。はい、で先ほどまでの発表同様、12分の発表をでして、はい、7分で1例、12分で2例で、質疑応答がだいたい3分程度とみて、15分で最後のベルを鳴らす、はい、ようなスケジュールでいきます。承知しました。ではあの準備でき次第ご発表の方よろしくお願いします。はい、であの画面からたまにあのウェブサイトの方に飛ぶかもしれないので、その時にちょっともしあの画面共有別の方にあの切り替えた方が良かったりとか不具合があれば、ちょっともしあのあればあのご指摘いただければと思います。わかりました、はい、ではお願いします。はい、はい、それではあのご紹介預かりましてありがとうございます。私堀下と申します。文書の二次元可視化による概念の地図というテーマで発表させていただきます。でまず最初にですね、あの1分程度非常に簡易なんですけれども、私のバックグラウンドについて説明をさせていただきます。もともとですね、あの専門都市計画の分野でキャリアをスタートさせました。でその後はあの海外でボランティアやっていたりとか、まあ、そのご縁がありまして、まあ、スリランカでコーヒー作りの事業をやったりとか、まあ、いろいろやっていたんですけれども、まあ、前職4年間ほどですね、 GIS のあのに携わるお仕事をしておりました。で直近の2年間に関しては、東京の会社であの自然言語処理という、まあ、人間の書いたり読んだりする文章を機械がいかに解釈するかという、そういうまあ、分野 のお仕事をしており、まあ、あの会社員なんですけれども、あのこのフォス 4G の、 まあ、なんですかね、活動というのは完全に個人でやっているので、まあ、今回も個人参加という形であの発表させていただいております。はい、で私が、まあ、あの実際どんなことをやっているかというのが、まあ、こちらのスライドの内容になるんですけれども、一言で申し上げますと、まあ、大量の文書、あの例えば数千件とか数万件オーダーという文書データをですね、あの機械的にカテゴライズをしていって、まあ、それをあの二次元 の、 あのマップに、あの仮想的なマップにあの写像する、投影するということをやっております。ですので、まあ、あのイメージとしてはですね、あの一応あの自由にインタラクティブに動かせるウェブマップへのリンクですとか、あとは考察ノートとかで、あの、まあ、ここから何が読み解けるのかとか、そういったものを説明するようなブログをやっていますので、まあ、このあたり、あのもしご興味があれば見ていただければよりよく理解できるかなと思うんですけれども、まあ、端的にイメージを申し上げますと、あの、まあ、ワークショップなどで、あの たくさんの人が参加者が集まっていただいて、で、まあ、それぞれの意見をいろいろと喋っていただいて、それをポストイットとかに書き留めて、で最終的にあのホワイトボードなどにそれをペタペタ貼っていって、でこの意見とこの意見って大体同じことを言ってるね、だから同じグループに集約させましょうとか、そんな感じであの意見集約をするということを経験された方、あの経験やったことがある方多いかと思うんですけれども、それをですね、まあ、それと同じようなことを、まあ、大量にあの機械的にあの高速で自動的にやっているということになります。でこうして の、まあ、あるテーマで学術文献をですね、この事例ですとあの5000件ほど取ってきてですね、それを1枚のマッピング、あのマップ上に投影するとこのようなあのものになりまして、例えばこのテーマですと、あの細胞とか遺伝子とか、いわゆる生理医学系のエリアが広く広がっていて、で反対が左側にはですね、まあ、いわゆる社会科学系のテーマというのがあの広がっていて、であの下側は物理科学系だったりとか、あと情報システムはその間にあったりとか、そういった感じで、まあ、あの分類がされております。で例えばですね、あの細胞とか遺伝子に関わることなんですけど、中心部はあの人間 の、 その医療とかに関するようなコアなことが語られていて、ちょっとだけ外れたところに行くと、その遺伝子の話がされているんだけれども、内容としては人の遺伝子じゃなくてこうパンの遺伝子を研究するようなちょっとニッチな研究とかがこの辺にプロットされていたりとか、ですので、まあ、あの分野横断的な少しユニークなものを探そうとか、そういった探索的なものにも使えるかなと考えています。で一応ここでですね、簡単にウェブマップへのリンクをたどってですね、まあ、どんなものが、まあ、見られるかというのを説明したいんですけど、ここでちょっとおそらく、共有をですね、切り替える必要があるかなと思うので、切り替えさせていただきます。ですね、こいつに切り替えますかね。はい、ウェブマップの方、今見れていますでしょうか。あ、はい、ありがとうございます。まあ、先ほどあの画面に映したずっと全く同じなんですけど、こちらの方がまあインタラクティブに動かせますので、こちらでちょっと説明をさせていただきます。
このマップ、一例ですけれども、何かというと、最近日本のニュースとかをちょっと騒がしている日本学術会議というものがご存知かと思うんですけれども、こちらのですね、コアメンバーというのが、200名ほどいらっしゃいまして、そのコアな研究者200名のやってきた研究というものをですね、科研費というか助成事業データベースからですね、引っ張ってきて、で200名の関わっている研究合計5000件が取得できたんですけれども、その5000件をこの1枚のマップ上にボンとプロットしたものになります。ですので、こんなことを皆さんやってますねっていうことがこれで一目でわかるんですけれども、これヒートマップ上にしてますけれども、一件一件研究がこのような形でプロットされておりまして、それで一応リンクとかも貼られているので、実際に科研費のデータベースでこんな研究がここにプロットされてますよというのが見ることができます。ですので、ご興味があればぜひ探索いただければ嬉しいです。で、例えばですね、こうやって全体像を見ることにも使えますし、あとはですね、全体像だけじゃなく直近でどのあたりに注力しているのかなというのを見るにはですね、例えばここをクリックすると、2017年以降に開始された直近の研究っていうのはこっち側にやたら偏ってますねとか、そんなことが一目で見えてきたりするので、そういったですね、直近のトレンドを見るとか、そこから何かしらの解釈とか考察を得るということに使えるかなと。もしくは分野横断的にですね、ある大きなエリアと大きなエリアの間に介在しているような箇所というのはですね、それこそクロスボーダーのちょっとユニークな研究というのがプロットされていることが経験上多いので、そういったところを見ていただいて、この研究どんなことやってるんだろうなというふうに見てあげるっていうのも、なんか新しい、なんですか、ユニークな研究を探すという点でも使えるかなと考えています。こんな感じのマッピングをですね、いろんなテーマでぼちぼち作成をしておりまして、例えば直近だと漫画とかアニメとかサブカルチャー分野っていうのはどんな研究がされてるんだろうなとか、そういったものをプロットしたり、それから得られた考察というのを先ほどのノートのブログとかでご紹介していたりします。そんな活動をしているという感じですね。はい、ではまたパワーポイントの方にスライドを戻したいと思います。あ、パワーポイントじゃないですね、失礼しました。少々お待ちください。消えちゃったかな。こっちか。少々お待ちください。これですね。キーノートのスライドの方に戻りましたでしょうか。はい、ありがとうございます。すいません。ですね、このようなものを作っておりますというところで、実際技術的にどんな感じで実現しているのかというのをこのスライドで説明をさせていただきます。いくつかのステップがありまして、でまず最初のステップとしてですね、ウェブ上などでデータを引っ張ってきて、それでそれを例えば CSV だったりとか、扱いやすい形状に整形してあげるという前処理の過程があります。で文章を集めてきた後はですね、文章の情報を単語単語に分割するという作業を行います。それを自然言語処理の専門用語で形態素解析と呼ぶんですけれども、ここで単語単語で分けるだけじゃなくて、例えば品詞を解析するとか、で特定の品詞を解析対象にするとか、あとはその単語のその、活用など語感を獲得するとか、そういった作業を行うことができます。でそういう形態素解析を行った後は、その単語とか文章をですね、ベクトルデータ、多次元の数値データに置き換えるという作業を行います。でこれはですね、各文章の例えば単語の出現頻度とか偏在度で文章をベクトル化するという方法もありますし、その単語同士の狂気確率というのを見て、それでトピック分けをするとか、あとはその深層学習のモデルを使ったベクトル化を行うとか、さまざまな手法やアルゴリズムが提唱されていますので、目的とかその計算リソースに応じてこれらを使い分けるという感じで文章のベクトル化を行います。でこうしてベクトル化されたデータは非常にこう高次元で、数百次元とか数万次元とか非常に高次元のデータになりますので、ちょっと人間が解釈するのは厳しいものになっております。ですので、その次のステップとして、その次元を多次元のベクトルをですね、2次元もしくは3次元まで落とし込むという次元圧縮もしくは次元削減と呼ばれるような過程を必要とします。
で、これに対してもですね、まあ、様々な手法が提案されているんですけれども、まあ、このような形でですね、まあ、2次元から3次元にその多次元のベクトルを XYZ もしくは XY 座標値に落とし込んだ後はですね、まあ、地図的に可視化を行うということで、私はここの時点で QGIS とか、あとはちょっと使い慣れているリーフレットとかを使ってマッピングをしております。ですから、まあ、他のマッピングライブラリーとか、そういうのも結構活用できるんじゃないのかなというふうに考えています。で、重要なポイントはですね、この可視化の手前の自然言語処理とか、その文章のベクトル化だったり、次元圧縮といった、まあ、機械学習ライクなところの作業なんですけど、こちらの部分はですね、まあ、大体Python でですね、結構いい感じのそのプログラムとか、ライブラリーが出ていますので、まあ、この辺大半はですね、Python を使って実現が可能になっております。で、私もですね、この前半の工程は基本的にその Python のライブラリーを使って、まあ、それこそ無償でできる範囲で、自分のパソコンの上でできる範囲で実施していますし、最終的な可視化は QGIS とかを使っているので、まあ、それもそのオープンソースで全て実行が可能という形で、かなり今のような概念マップを大量に処理して作成するという点ではですね、かなり作成のハードルは下がっているなというふうに感じています。はい、で、このような感じでですね、まあ、無償の範囲で個人的にこういったマップを作成できるような時代になってきてはいるんですけれども、こうして概念マップを使う上でですね、私の中で、まあ、いくつか tips とか留意点を経験上感じたので、まあ、それを少し説明をさせていただきます。はい。で、こうしたですね、まあ、文章を定量化、ベクトル化して可視化するというのはですね、まあ、いわゆる自然言語処理の界隈では結構盛んにやられていることでして、まあ、あまり目新しいことっていうわけじゃないんですね。ですが一方でですね、まあ、一番有名なやつでいうと、こちらの右側にある図にもありますように、ワードクラウドという、まあ、ニュースとかでたまに見ることあるかなと思うんですけれども、大量のこう文書データを集めてきて、その中で特に言われている単語を強調表示するような、そんな感じの可視化の手法になっているんですけれども、まあ、こうして見ると確かにこの単語よく言われてたよねとか、そういったことは分かったりするんですけれども、一方で、まあ、だから何なんだろうと。で、特にそこから深い考察に入れるかというと、なかなかそこから入れなかったりもするので、まあ、その見せ方もそうですし、まあ、そこからそのデータから、もしくは可視化の手法から何を読み解けるのかなっていう解釈の部分で結構その、まあ、可視化した後にリテラシーが求められる分野かなというふうには感じております。あとはですね、先ほどのようにマッピングをすることはできるんですけれども、例えばその解析時のパラメータ、機械学習のパラメータをちょっと変えるとか、何かしたその重み付けの手法を少し変えるとか、そういったことでですね、まあ、構図というのは当然結構変わってきちゃうものですので、まあ、機械が出しているものではあるんですけれども、結構相対的なものだったりしますので、絶対的な位置づけではないという、その辺は実際の地図との大きな違いかなというふうに思っております。ですので、なんか精緻な、なんですかね、意思決定とか、そういったものに、の最終判断に使うとか、そういったものというよりはですね、私個人の、意見としては、その、何か新しいユニークなものを探索的に発見するだとか、あとは、まあ、全体的にぼんやりとこんなことを考えていたんだよなというのを、可視化してみるという主観支援ですとか、アイデア整理とか、そういったものに使っていくのが、いいのかなというふうに思っています。という感じでですね、まあ、基本的に私の本日の説明は以上になるんですけれども、まあ、もし何ですかね、こういうのを使ってこんなこと面白いことができそうだというアイデアベースのご相談などもあれば、ぜひご連絡をいただければ嬉しいなというのと、これを使って、まあ、こんな考察をしてみましたというのをノートのブログの方にも書いていますので、まあ、そういうのを見ていただいて、なんか、まあ、こんなことできるんだなというのを知っていただけると、非常に嬉しいかなと思います。はい、というわけで、私の口頭の発表の方は以上になります。ありがとうございます。ありがとうございました。非常にいろんなアプリケーションで活躍できそうな、アイデアだなと思いました。でまず質問が、ありますので、こちらちょっと、はい、いきたいと思います。聞き落としているかもしれませんが、Hex 化はどのようなライブラリを使われているのでしょうかという質問です。ですね。Hex 化といいますと、この、なんですかね、六角形のグリッドにするというやつですかね。こちらは、実はですね、ライブラリというよりは Python でも書いてしまっていますね。
多分非常に便利なライブラリーとかたくさん出ているんでしょうけれども、ちょっとその辺私の勉強不足もありまして、まあ、無理くり Python で書いて作ってしまっています。で、その後、まあ、ジオゼイソンみたいな形で変換をして可視化をしているという感じですね。何かいいアイデアがあったら、ぜひご共有いただけると嬉しいという感じです。ありがとうございます。ちょっと私からも、ここら辺に関連してなんですけど、この X とかですね、なんて言うんでしょう、イメージはすごい湧きやすいんですけど、このそれぞれの距離みたいなものっていうのは、どういうふうに解釈したらいいのかなって、ちょっと思ったんですそうけど。ですね。距離感は、ざっくり言ってしまうと、まあ、文書同士の、まあ、類似性を見ているという感じですね。ですので、まあ、同じような内容のものは、近くにおります。それだけ近くにおりますし、全然、概念的に違うことを言っているような話というのは、それだけ遠くに出るという形で、まあ、その距離感を、うまく反映させるように、二次元に落とし込んでいるという感じですね。ここでラベリングされているものは、自分の方で、解釈で位置づけはされているって形ですか？そうです。自分の方でといいますか、一度こう機械的に二次元に全て落とし込んだ後に、そこの、あるエリア密集度ごとにですね、改めてそのグループ化していって、そのグループの中で出てくる単語の多い単語を順番に3つ4つぐらいプロットしているという形で機械的に作っています。ですので、ラベリングありにがとう関ごしざいては、ます。どうぞ、続けてください。ラベリングに関してはそうですね、この一度プロットをすべてした後にですね、機械的にプロットをした後に、その密集度に応じて、そのクラスタリングをしてあげて、その各クラスターごとの、まあ、よく出てくる単語を、そのクラスターの中心点にプロットしてあげているという感じです。ありがとうございます。最後一つだけもう一点質問です。次元削減後のタイル書き出しの際の注意点やコツなどありますか？という質問です。次元削減後のですね。タイルの書き出し。ちょっとご質問にきちんと答えられているかわからないんですけれども、単純にプロットとかヒートマップ化してあげるだけだと、ちょっとなんか、よくわからないっていう形になってしまうので、私はそれもあって、このような六角形のグリッドの中で、まあ、表示しているんですけれども、単純にこの六角形のグリッドの中に何点入ってるかっていうだけで見てしまうと、まあ、そこだけ局所的にたまたま境界線の、際で入ってしまったっていうパターンも出てきてしまうので、あくまでこの六角形のグリッドの、ヒートマップの濃さを決める上では、その六角形の重心点から補完点がどれぐらい近くに入っているかという、まあ、そうですね。この重心点からの、文献の件数と、あと距離の減衰という形で、この六角形のヒートマップの、密集度というのを、計算しています。だから、ちありがょっととう分かごりづらい説明だったかもしれないですけれども、参考になれば幸いです。ざいました。じゃちょっとお時間も近づいてきましたので、改めて、ありがとうございました。ありがとうございました。